こんばんは。ゴルフプロの三谷です。今日はフェアウェイウッドのレッスンしていこうと思います。フェアウェイウッドがなかなかうまく打てないという方多いんじゃないですか。このクラブは少しシャフトが長いです。そして基本的には地面の上のボールを打ちますので、なかなか正しくヒットしなかったり、インパクトがダフってしまったり、トップしてしまったり、そういうミスが結構出てしまう、そんな相談をよく受けます。ですから今日はこれをいかにしてうまく打っていくか、そのところを少し解説していこうと思います。このようにこのチャンネルでは皆さんのゴルフのためになるいろんな動画を皆さんに配信していきますので、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは少しやってみたいと思います。このクラブは基本的には地面の上のボールを打ったりしますので、なかなかですね、これをうまく捉えることができなかったりするんですね。そして長いがゆえに気持ちよく振り抜けなかったりすることが多いので、まずは構えが非常に重要になります。構えを取ったときにボールが少し左側に寄るような形で構えを取ります。というのはこれをすることによってフォロースルーが伸びやかに、そしてボールをヒットしたところからヘッドがしっかり抜けるような、そんな動きをしてくれますので、まずこれをしっかりポイントとして押さえてやってみてください。一度打ってみましょう。ボールは少し左に寄せたまま構えを取ります。そして基本通りの動き、特別なことはありません。構えて肩を回してしっかり振り抜いてあげると、こんなところが非常に重要になります。ですからまずは構えをしっかり取ってあげるということですね。そして体の動きとしては肩を回してあげる、しっかりと左の肩が入ってきているかどうか、そして右の肘が折りたたまれているかどうか、こんなところがチェックポイントとしてありますので、少し肩を回して肘を折りたたむ、気にしてやってみましょう。でバックスイングの形がしっかり取れたら、あとは難しく考えてはいけません。一気に最後まで振り抜いてください。ですから左足に体重が乗って、右足のかかとは最終的には上がります。そして右の肩が前に出るぐらいまで伸びやかに振ってあげるということですので、少しその長いクラブでうまく当たるか不安だなと、そんなふうに思ってしまう方も多いと思うんですけど、しっかりと振ってあげればナイスショットにつながると思いますから、ぜひねチャレンジしてやってみてください。もう一度打ってみましょう。ボールは少し左に寄せます。そしてしっかり一つ一つのスイングの形を確認しながら打っていくということです。フォローする伸びやかな感じに、なっていきましたね。ですからフェアウェイウッド少し、不安に思う方も多いと思うんですけど、思い切りをある程度持ってですね、力んだりせずに、クラブの機能働きがありますので、これを信じて打ってあげると、最初はこのクラブ、なかなか面が上を向いてないので、上がりにくかったりする方も多いと思うんですけど、しっかり振り抜いてあげればしっかり距離も出ますし、キャリーも出て狙ったところに打てると思いますから、ぜひチャレンジしてやってみてください。皆さんも絶対できると思いますから、頑張ってください。応援してます。ではさようなら。